続いては MJ メッセージ。今日コメントを送ってきてくれたのはミュージックジャングル TV をご覧の皆様、こんにちは、ヤックです。2月24日についに出ました、ヤック2。これにね、至るまで本当にいろんなことがあったんですけれども、うん、これのテーマは等身大で、もしこれが最後ならという思いを込めて、はい、もう10曲に全部の思いを込めて、1曲に愛を込めました。なんかこの1曲がね、みんなの明日の勇気とか、はい、笑顔とか夢につながって、少しでも心に届いたら幸せだなと思いますので、ぜひヤック2、はい、愛してあげていただけたら、よろしくお願いします。嬉しいです、ありがとうございます。ということで、はい、こんなヤックですけれども、これからもみんなに1回でも多く会えるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。ボーカルのゆうさんことゆうみと、ギターのあほことあさみです。バイバーイ。リバーシブル吉岡の素顔を暴く。お次はリバーシブルの原点とも言うべきアイテムを今回特別に持ってきてもらった。もうこれをなくしてはリバーシブル吉岡はなかったなと。なかった、はい、それちょっとじゃあお見せさせていただきたいと思いますけども、はい、今日はちょっとカバンを持ってきていただいて、そうですね、はい、恒例なんですけども、雑誌、アイドル雑誌になります。ボム、はい、ボムってなんか、ボムと、あとこれピュアピュアっていうやつなんですけど、初めて聞きましたそれ。リバーシブルが持ち出したのは、なんとマニア向けジュニアアイドル誌。これが原点ってどういうこと？小学校6年生の頃から必ずまあ、本屋さんの発売日って、まあ、前の日に買えるじゃないですか、はいはい、フライングゲットできるじゃないですか、うん、をし続けてると。小6から前日に行って、もう絶対に発売日の前の日に買ってるのがこのボム、ボムですね。なんでその発売日の聞いてますけど、ちょっとまあなぜこれがルーツかということなんですけども、うん、そうですよ、はい、単純にアイドルの方と、うん、まあ結婚がしたいという絶対無理やった切実な願い。まあ、一時期もう本当に小倉優子さんとかもう本当に熱入れすぎて、トレーディングカードをまあ7万円分ぐらいこう熱入ってますね。初日から買って、もうお店の前で開けてるみたいな熱の入りようがあった、まあ、それぐらいやっぱりそのアイドルというその存在自体にすぐ憧れを抱いてまして、でまあそのアイドルと結婚する、お付き合いするにはやっぱりその自分もアイドルになった方が何かとね、やっぱりそのアイドル同士とやっぱ関係があると思いますんで、だから私もアイドルになろうということ で、うん、でリバーシブル吉岡という活動をまあやってるという、まあまあ、でもまあアイドルになってるわけで、うん、そうですよね。あ、そうだな。いや、僕本当に今日チャンスやと思ってきてますんでちょっと離れといた方がいい。チャンス、今日チャンス来たと思って、ついに、ついにやってきた。チャンスやと思って、そのアイドルに向けてずっとボム見せてるいやいやいや、もうそ持ってきていただいたものでね、より探ってみたんですけど、はい、いまいちよくわからない。これだとただのド変態に終わってしまう可能性もありますが、うん、ただこれだけではない、やっぱりね、うん、地下アイドルとして素晴らしい曲をいっぱい発表されてるわけですよ、うん、中でもですね、男の子切ないこう恋愛というか悲哀の歌なんかもね、歌っておられるということで、うん、今日はラストにその曲をね、聴かせていただこうかなと思うんですが、はい、昨年の9月にアルバム、はい、桃色革命、はい、ね、その中からでは1曲、はい、はい、曲紹介もお願いします、リバーシブル吉岡で聴いてください、はい、うちあんたやないとあかんねや。愛した人が離れていく、そんな男の悲哀の歌、違和感のあるその歌詞も終わりを聞けば明らかに。リバーシブル吉岡でうちあんたやないとあかんねや。うちあんたやないとあかんねや、我慢でけへんわ。うちあんたやないとあかんねや、ほっとかへんといて。うちあんたやないとあかんねや、我慢でけへんわ。うちあんたやないとあかんねや、こっち向いてな。心の支えはあんただけ、あんた以外に見えへんねん。せやのにあんたはタバコ屋の娘のうなじに
もあんたやないとあかんねや我慢でけへんわうちあんたやないとあかんねやこっち向いてなよいしょあ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 それあそれあよいしょあよいしょかっちり鍛えたその体にうちのすべてをうずめたいせやのにあんたは薬屋の娘の小指にしゃぶりつくでもあんたやないとあかんねやもっとさすってやこっちの方もさすってやここもええねんでなんでやもっとさすってやなんでやめるんやうちの何があかんねや男やからかあんたうちの何が男